バンドを言うアオは、徳島県鳴門市出身のプロ野球選手。ウ藤右打ち。福岡ソフトバンクホークス所属。鳴門市大間中学校では、同校の軟式野球部に所属する。徳島県立鳴門高等学校では、甲子園に4度出場。高校時代には、プロ球団からの評価は、必ずしも高くはなかったが、JR 東日本入り号に体作りを中心とした。 トレーニングと投球術の習得に取り組んだ結果、都市対抗野球などで、請求力の良さと緩急のコンビネーションを駆使した安定感のあるピッチングを示し、プロ球団のスカウト陣からの評価は急上昇した。2018年10月25日に行われたプロ野球ドラフト会議では福岡ソフトバンクホークスから4位指名を受け、11月21日に契約金6000万円。 年俸1000万円で契約した。12月6日、入団発表会見が行われた。背番号は、バンドーと同じく JR 東日本からソフトバンクに入団したセッツ・が以前つけていた、50。2019年3月10日のオープン戦に初、先発予定だったが、雨天中止となると、同日の練習後に、体調部長を訴え病院で、 インフルエンザ A 型と診断されたアピールの機会を失ったこともあり、開幕1軍はつかめなかった。4月6日には2軍チームで流行したインフルエンザ B 型に罹患したことが発表された。結局、シーズンで1軍に上がることはなく、ウエスタンリーグで21試合に登板し、防御率4.14だった。オフに50万円減となる推定年俸950万円で契約を、 公開した。2020年、開幕一軍は逃したものの、ウエスタンリーグで3試合に登板した後、7月10日に、初の一軍昇格を果たした。同月14日の対オリックスバファローズ戦、8対2と、ソフトバンクリードの7回裏に2番手として登板。1三振を含む5人連続本体に打ち取った後、吉田忠直に、本類打を喫したが、 二回一失点被安打一で一、軍デビューを果たした。七月三十日の対埼玉西武ライオンズ、戦では、プロ初先発登板するも四回一、三を投げ後失点で、敗戦投手となった。その翌週八月六日の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦では、笠谷俊介に次ぐ二番手として三回裏一対一の、同点の場面から登板し、三者凡退に抑えると、 続く4回表に味方が2点を入れ逆転、4回5回も無失点で抑え3イニングを無失点に抑える、高リリーフを見せ、その後5人の投手陣が無失点に抑えたことにより、3から1で勝利、プロ初勝利を挙げた。同月14日の対オリックスバファローズ戦で初ホールドを記録。オープナーとして先発登板した笠谷の後に登板し、 勝ちにつなげる系統リレーなどで高騰していたが、9月12日に右肘の炎症のために離脱を余儀なくされ、10月13日に右肘の教師化国局及び有利大切除術を受けたと発表され、シーズン中の復帰はならなかった。シーズン途中での離脱ながら、15試合に登板し31回、2、3を投げ、2勝2敗にホールド、防御率2.56の成績を残す。 オフに550万円増となる推定年俸1500万円で契約を公開した。2021年は開幕からウエスタンリーグで10試合15イニングに登板した後、5月14日に一軍昇格し、翌15日にシーズン初登板を果たした。8月22日にはセイクローザー、森ユイトやモイネロが故障中で代わりにクローザーを務めていた。 岩崎翔がこの日ベンチ入りメンバーから外れていたこともあり、2点リードの9回に登板し、プロ入り初セーブを挙げた。ソフトバンク入団時には、アマ9回での実績のみならず、容姿についても大いに注目され、加藤綾子や中丸雄一に顔立ちが似ていると報道されたのみならず、球団公式サイトがドラフト会議の結果を伝えた際にも、 甘いマスクも人気というスカウトのコメントが掲載された。ありがとうございます。